どうもナビです。はい、今日はですね、まあ、見ますかね。はい、コーラとメントス。まあ何がやりたいかっていうのはまあ見ればわかると思うんですけど、俺あのメントスコーラってあるじゃないですか。俺やったことないんですよ。はい、動画では見たことありますよ。動画では見たことあるんですけど、実際自分でやったことがありません。なので今日はまあ見てる人はね、今更そんなのやるのかっていう人いるかもしれない、いるかもしれないんですけど、俺はやりたいんでやります。で、メントスなんですけどね、あの普通の大きさなんですけど、これなんだろうっけ、アプラジ、あーい、アプラジがなんか期間限定で売ってたんで興味本位で買ってしまいました。はい、今日はねこれをメントスに入れて、あ、メントスにや、メントスをコーラの中に入れて、あの多分溢れてくるんですよね、確かね。それをちょっとやりたいと思います。1個でいいのかな、俺やったことないからほんとわかんないんだよ。とりあえずまあチャレンジということでやりたいと思います。よし、もうパッパッとやるよ。パッパッとコーラなんて久しぶりに飲むよ。あんま炭酸飲まないんですけど、めっちゃいいね。そう、あ、飲むとしても普通の炭酸ね、あのウィルキリソン炭酸とかなんですけど、こういうコーラとか甘いやつはあんま飲まないですね。じゃあもうパパっていきます。いきますよ、3、2、1、GO。 おっ、パッ、あ、結構減るんだね。半分ぐらいかな。ああ、すげえシュワシュワいってるけど、もう溢れてこなそうだね。ああ、勢いがすごい。これあれかな、これ500ミリだけど、あ、500ミリですね、これ。そう、500ミリだけど、あれ1リットルとかでやったらどうなんだろう。1リットルでもできるのかな、できるか、それコーラだから。1個じゃ多分メントスできないことだけど。いや、すっげえ。ちょっと待って、見てこれ。びちゃびちゃだ、もう。コーラが、ああ、コーラがもう、もったいねえ。コーラびっちょびちょでも、うわ、めっちゃだよ。ちょっと拭こう。ああ、すげえや。とりあえず、成功ってことで。あ、うめえ。どこ行った、メントス。あ、あった。ここに、これから、これ。これ取れん、これ飲まなきゃ取れない、もしかして。え、飲まなきゃ取れるか。はい、というわけで、初メントスコーラやりました。あ、思った以上にめちゃめちゃ溢れ出してきたんでびっくりしたんですけど、まあ、やったことなかったんでやりました。で、なんか他の動画だとなんかね、他の皆さんだとなんか投げ入れて、この中に投げ入れてなんかやってるやつとかあったんで、そういうのもちょっとね、いつかやってみたいですね。とりあえず今は普通にね、コーラの中でメントス入れてやってみたんですけど、いやー面白かったですね。今更かって思うんですけども、はい、やってみたかったんでやりました。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ、掃除しなきゃ。